カモノリトシや。私史上最悪の術師、150歳を超えてることになるわよ。カモノリトシも数ある名の一つに過ぎない。好きに呼びなよ。よくも俺にいたのよ弟を殺させようとしたら。草壁、もう屋内は良くないか。泊まり内ではあるけど。これ以上私を待たせるな。どけ、俺はお兄ちゃんだぞ。つまりユージも血のつながった俺の弟ならば、俺はお兄ちゃんを遂行する。トゲのおかげで避難はあらかた済んだし、悟りのとこ向かおうぜ。地下5階ってどう行けばいいんだ。早い。トゲも封印はマジって言ってたし、急ごうぜ。五条五条って、世の中の人間は五条だけじゃないでしょうが。分かったら、各建物各階便座の裏まで調べろ、バカ野郎。まずいな、そろそろ言い訳も苦しくなってきた。書さえ分かれば一人でも地下5階に向かっちまう。それも避けたい。今ここで一人になりたくないから。パンダのくせに俺以上に人の心があるからな。だがパンダゆえに渋谷の土地勘はない。地下5階が激地下だということに気づいていない。俺あっち見てくる。無理するなよ。だからなんだ。何としても獄門鏡を奪い取るぞ、ドラミング。ヒコリ呪法、しっかりやれ。次は駅で迷ったふりだな。五条を封じた連中にさっきからでかい磁力が出たり消えたり。下なぎ。殺すなよ。責任躍動。どの程度だ。味方でいいんだな。違う。あ、俺はお兄ちゃんだ。やってられるか、アホらしい。投降しろ。できれば術師は殺したくない。真面目にやってくんねえかな。とりあえず一回呼んでみてくれないか、お兄ちゃんと。福は創術かわいたち。くそ、素手で払うとかへこむんだけど。虎杖君。